今日も覚えましょう皆さん。はいはいはい。何ですか？今日はマジックを覚えましょう。マジック。聞きたかったな。マジックですか？マジックを覚えましょう。大丈夫ですか？手品や手品や手品。劇場とかで。ね、行きましょうマジック。先生誰やろ？ミスターマサヒロさんです。そう簡単には出てきて。そこにいます。いますよ。されるんちゃう。さすがの前にもちょいちょいおかしなとこあったやん。だってさや思いっきり踏んだりとか。なんかおかしいな動きが。とりあえず取り直しにしまうしやな。取り直しません。振り長かったな。東京の番組は思わない。ミスターマサヒロ先生に今から、はい、マジックの4か条を教えていただきましょう。はい、ちょっと教わりましたけどね今。講義ちょっと、はい、マジックとはちょっと教えていただきましょう。はい、1条です。はい、1条。マジシャンは本番前には必ず弓の運動をすることです。これはどういうこれ大阪弁ですよ。いや大阪弁なんですね。身内行っちゃいますか。マサヒロ兄さんやっちゃう。お前が動くからやないか。大阪
ゴルフボールです。ゴルフボールを親指から小指まで移動させて。これすごい。あ、なるほど。こうやるふうにやってください。こういうふうにやってください。あ、それが運動なんですか。はい、これが運動です。こんなんやってる人見たことないけど暇があれば必ずこういうこと。なるほど、こういうのも以上、はい、ね、運動です。そして2条、うん、マジシャンは常に自信を持って客の目を見てマジックをする。なんか僕が言えば説得力がないですけど、なるほど、はい、自信を持ってね、はい、自信のない方は下を向いてしまいます。そうそう、一番ダメなパで失敗した時にも、うん、ね。そして3条です、はい、マジシャンはアンコールに応えないこと。おお、これはやっぱダメですか。そうです、失敗したら失敗したままで、うん、終わってください。やり直せ言うてんや。最後4条、マジシャンは万が一失敗してもフォローを常に考えてないよ。唯一お前が動くからやないか。突っ込んでるだけ。この4箇条を守ればあなたもプロマジシャンです。なるほど、これは一応この4箇条を常に頭に入れて一流のマジシャンです。やっぱモテるんすか、マジックとか。はい、モテます。スナックでテーブルマジックすればもうモテます。それはあるかもわからんね。あります、うん、それはあるかもわからんね。テーブルマジックやったら結構モテなかったですよ。飲んでる席で。いや大丈夫です。僕ジングプールで一緒にナンパしましたもん。こんなね、あ、ミスターマサイがモテんかった。ミスターマサイ全然モテません。もう先生やりて呼んどんだよ。カイパンやからネタを隠すところあれ。いや、なんかあのピンボールがなんか3つになったり2つになったりセコイマジックで。ちょっと待って、それ神宮プールでやってた。神宮プールでやってました。5年くらい前かな。全然モテまへんねん。まあそういうことで、はい、それは関係ないということで、ちょっとあの、はい、軽めの指先使うようなやつでちょっと教えていただけますか。タバコでやりましょう。皆さんみんなちょっとこれ、はい、うん、覚えてや。はい、はいはい、タバコを持ってください。タバコをすぐに消せる、スナックでもどこでもできる。それは変ですね。いいですか。小さいこといいな。いや、こういうとこから入ってくる。ちっちゃいことから大きいことまで。そう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 、こう持ちます。いいですか、はい、消します。いいですか。でもこれは後ろから煙が出てるんですぐ分かりますので、すぐ元に戻してください。え、どこ挟むんですか。これね、親指と人差し指の間にタバコの、あ、長め、はい、長めに持って、長めに持って、はい、そして上に掘るんです。消えます。うん、うん、はい、熱そう。熱いですね。なるほど、気をつけてください。なるほど、はい、うん、いけてる、いけてる、いけてますね。うん、いけてる、いけてる。そうです。また元に戻してきます。スナックでモテるぞ。これはもう基本中の基本です。いいですか、上げて。うん、マスターせえ、モテるから。あ、今だ、うまいわ。そうです、はい。持ってんのか。あかんよ、釣ってるやんけ。角度に気をつけてくださいね、角度に。怖いな、これな。怖いです、火ついてますからね、うん、怖い。なるほど、まあ、こういう感じで、はい、もうこれでいいんですか。もう終わりですか。もう終わりですか、これで。終わりです。いやいや、軽いやつやから。軽いやつですか。軽いやつやから、いいじゃないですか。じゃあこの後、実際にみんなにやってもらえる、みんなに、はい、ちょ、おのおのこうネタをやっていきますんでね。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。